納車になったんだ。いや、いつ乗せちゃったんですか。先週の火曜日。ああ、この前の火曜日。どうですか調子は。これぼちぼち走行距離はどのくらいですか。75,000。ああ、まあ全然だね。お値段は130万です。え、そんなに落ちてんの。130万だったから、まあ買いやすいよね。そうですね。え、4501は結構そのぐらいになってる。いや、ハイブリッドの方が高い傾向にはあります。一番高いは高いんだ。まあ、ガソリン車と比べたら高い部類かなと。まあでも、距離走ってるとやっぱ値段とか違ってきたりは。まあだんだん落ちてくる。はい、フルノーマルだ。そうです。ホイールはクラウン、これ元々ついたホイールが、うん、まあ、タイヤの溝がないんで、まあ、とりあえずクラウンのを剥がして。そうです ね、まあ、タイヤはバッチリ、ね。はい、あ、じゃあいいじゃん。あ、本当はレゴの22年生です。乗り比べてもう全然なんかアッパー違いがよく分かんない。え、何前履いてたの。あ、こっちで、うん、今まあ普通の輸入タイヤ履いてるんですけど、これ何履かしてるの。 GTX。 あ、これ、はい、履いたことある。これ安いけど静かで乗り心地いいやつ。そうですよね。あれなんで、唯一の違いはあれなんだね、合成かなっていう、この辺の硬さ。こうやってすげえ硬いんだよ、レグの。ここだから引っ張るのは結構大変なぐらい、ここは硬いけど。あとでも静かで乗り心地よく減らない値段の割には全然これは確かに優秀だよ。すげえ安いもんね。7,000-8,000でしょ。7,000-8,000やばいよな。やべえっす。だ、意外にこれね、バカにできない GTX これは何カスタムするこれは。まあ、同じスピンドルのバンパー入れて、あ、はいはい、ぐらいかな。スピンドルバンパー入れるとまた変わるね。そうですね。まあ、後期ともまたちょっと違うけど、はい、パワーどう。パワーなんかこうメーターが260刻みまであるんで、スピード出てる感はなんかあんまつかめないというか、初速はやっぱ速い気はします。なんか黒、いや違うんだ。ベージュですか。あれ、これもいいじゃない、おしゃれで。タオルは円形で。そうです。綺麗だね。まあ意外と綺麗です。この値段でこんな綺麗なの？これ普通の車屋で買ったの？普通の中古車屋さんで買って。まあクラウンと比べてやっぱ違う。結構静粛性が本当に高い。違う。すごい、これおしゃれじゃない？なんか大人になっちゃった感じだよね。で。あの匠くんがみたいなチャリこいでた匠くんがみたいな。本当ですよね、うん、真冬にこれはでもいいな、この綺麗さで。これ本当の木だしね、これね。そうらしいですよね。 3.5 ハイブリッド。3.5ハイブリッド。馬力だと350ぐらいあるのかな。モーター出力合わせると340ぐらいです。ハイブリッド。ノーマルだ、完全に。すっげえ高級感あるわ。これ前の日寝られなかったパターンですか。いや、意外とぐっすり。意外とぐっすり寝られました。もうでもあれだよね、乗り換えが結構あるからね。そうですね、まあ、やっぱ10代と比べると、うん、こうやっぱワクワク感は、はい、なんか慣れじゃないですけど。いや、しばらくこれでじゃあ落ち着きそうだね。そうですね。純正足だもんね、これ。そうですね。どうですか乗り心地は。まあ、結構いいですね。いい。
やっぱりクランとは違うね。そうですね。なんかがっちりしてる感じ。うん。感じがあって。合成は結構トヨタ車の割には高い方かなって感じが。高いね。もう乗るとわかるよね。GS が結構ね、がっしりしてると思うよ、やっぱ。乗ると。ああ、静かだね、やっぱ。そうですね。うん、燃費とかって測ったんですか？燃費が今、給油後で 12.1 の平均が 10.5 ですね。あ、平均 10.5。まあ、街乗りで乗ってこんなもんかな。3.5 だからな。はい。ナビとかってどうですか？動かしやすい？結構慣れないですね。全然もう違うんで。マウスなんだよね、本日だよ。はい。すごいね。20歳ぐらいですか、まだ。まだ22です。22で。これスポーツ S。 そうですね、うん、プラスだ。はい。足も硬くなるんだっけ。そうですね、多少は。あとハンドルが重たくなったりは。ああ、やっぱいいっすね、加速が。余裕の加速だね。俺はちょい踏みで余裕だね。もう全然ね。そうですね、街乗りはもう全然。前って 2.5 だったんだけど、クランは。前が3リッターです、ね。3リッター、はい。よりは加速いいでしょ。全然違いますね、やっぱり。ちょっと展開します。うん、小回りはどうかな。ああ、いけるね。全然いけるね。ああ、いいね。あんまりエンジンうならないね。そうですね。本当にもう足元つくぐらいまで踏むとやっとうなるかなぐらいで、うん、静かだからね。はい。あとはあの 2.5 の直四とはまた音が違うからさ。そうですね、あれ結構うるさいんだよね。で言いますよね、うん、割とうなるよあれ。いい加速するね、やっぱ。3人乗っててね、あれだけ、うん、G が。これも通勤車ですか？そうです。やっぱ1日往復で40キロぐらいは走るんで、はあ、結構なんかもったいないなって感じはしてますね。ああ、もしかしたら足を買うかもみたいな。こっちいる？すごいね。ノーマルだからいるんか。そうですね、ノーマルなんで。やっぱボディの剛性高い感じするね、これね。うん、ガシッとしてる。ちゃんと作ってる感じするよ。コーナーとかも良さそうだね。やっぱそうっすね。割とね、はい、がっしりしてそう。ハンドル結構重い感じなんだ。結構重たいっすね。あー、モードで結構やっぱ変わるんだ。はい。ノーマルだってやっぱ快適だな。最近 GS もちょこちょこね、増えてきてるというか。そうですよね。そう、この間もあれも 450G だったかな。そうですね、450G。 後期かな。まあ後期にはやっぱ全然届かなかったんで。後期やっぱ高い。でも2、300ぐらいはするかなって。あ、でもまあ落ちたね。いや、よかったっすね、タコミさん。はい、ありがとうございます。次何買うんですか？次は一瞬待って、もう一回プリウスを。またプリウス。もうこのままでなんかいい感じだね。バランスやっぱいいね。そうですね、ノーマルは。
you